月の新宅です。施設をアップグレードするです。信徒の相手をするのも教祖の務めです。今週も頑張るです。ダメです。施設を建築して教団を発展させ、施設をアップグレードするです。ダメです。ダメです。こいつに新たな名前を与えるです。ダメです。システムメニューです。使徒どもを編成して神への奉仕活動をするです。罪状を選ぶです。ゲームオーバーです。
行動力が残ってるですよ。行動力が残ってるですよ。セーブするです。今月も頑張るです。新しい使徒が現れたです。敷地に変化があったです。今週も頑張るです。信徒の相手をするのも教祖の務めです。施設を建築して教団を発展させるです。森を開拓して教団の敷地を広げるです。施設を建築して教団を発展させるです。森を開拓して教団の敷地。ダメです、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 ダメです。ダメです。罪状を選ぶです。ゲームオーバーです。